いわきは日本海軍の奉艦。艦名は静岡県伊豆半島のいわきだけにちなんで名付けられた。潜在の木は主にこの伊豆の山々で伐採された。横須賀造船所が海軍所管となってから早くじら、清る、天城に次ぐ4番目の軍艦。設計はベルギーらフランス人の在職中に行われたが、以降の建造、浸水は全てが 日本人の手によってなされた。主任は渡辺節さんで設計から日本人の手によるとの記述もある。日清戦争では主に偵察や測量任務に従事した。日露戦争で旅順封鎖戦に一時参加した他は主に測量任務を行った。1889年以降は主に沿岸水域の測量任務に従事し、軍事重忠大,大尉の千島探検に 重要な役割を果たした。木造船体で三小ーバーク型の砲艦になる。計画用目は以下の通り。手期は横置き帰り働け式に木頭歯車付き機関で、当時歯車を使用していた機関は本館と千代田型の2隻だけだった。シリンダーの小道は38インチ、工程は25プラス1、4インチ、中鉄製箱型の複水機を装備した。 内部の管の直径を3、4インチと天木より、小径にし、冷却面積を増大した。ボイラーは、高窓管4機を装備、蒸気圧力は45ポンド、平方インチ。1891年3月に、長崎造船所で第3検査を行った際に、同形式のボイラー4機に換装、蒸気圧力は60ポンド、平方インチに上昇した。 修理完了後の成績は以下の通り、15cm クルップ旋回砲1チ 12cm クルップ原則砲2門を装備した。砲7門装備の記録もある。横須賀造船所では、砲艦の新規建造の計画を立てており、1876年10月に海軍橋から雇いフランス人に対し、その設計の冷達があった。十二月十八日、 造船所は海軍省にあて、建造の上申を行い、翌1877年1月8日認可された。2月1日寄港、4月6日、岩きと命名、1878年5月23日、岩きの定員を90人とした。7月16日午後6時に浸水式を行った。式には、河村住吉海軍卿、岩倉智美宇大臣、 伊藤博文三義らが臨席した。総龍丸に横浜港から横須賀港まで乗船した。1879年11月29日午後2時に横須賀を出港、清水港まで試験公開を行い、12月1日午後3時30分、横須賀に帰着した。公開中特に問題は出なかった。1880年6月25日、引き渡しすべしと。 省たちがあり、7月5日に艦長坪井少佐に引き渡し、正午に国旗を掲げた。建造費は何箇所か改造が必要になったこともあり、予算を超過してしまった。四等艦と定められる。春工に先立つ6月29日、岩木は東海陳府所活の常備艦とされた。7月12日横浜港に開港。巡航機路の護衛のために七月十三日横浜を、 出港、15日神戸港に入港した。7月21日神戸を出港しご英会し、23日にボイラーに破損を生じて、即地から落とし、7月23日横浜に帰港した。7月26日横須賀に開港、9月3日から1881年1月11日まで横須賀造船所で修理を行った。 12月15日、無事縄に開港し物品の積み込みと埋葬式を行い、12月17日、品川に開港した。1881年、居留民保護のために、朝鮮半島へ向かうことになり、1月6日品川から横須賀に開港して、上官班の打ち直し、艦の点検を行い1月12日横浜港に開港、1月21日横浜を出港した。 1>, 1月28日兵庫港入港、同地で和船の修理などを行い2月12日、出港した。文字などに寄港し、3月20日元山津に入港、居留民保護を開始した。4月3日、同地出港、4月5日、富山入港、4月14日同地を出港、4月15日、食器積み入れのために文字に入港した。 5月10日朝鮮へ向け執行したが、天候不良のために同日から伊豆原に被泊した。5月12日伊豆原発、翌13日にハミルトンに到着し、居留民保護の任務を続けた。5月15日に川き、以後29日ほど同地に停泊した。講師護衛のために6月15日に川出港、冬島に寄港し、6月18日富山入港。 6月21日同地を出港し、翌22日長期港に入港、同地で物品の積み込みなどを行った。7月1日から7月6日まで、長崎工作文局で修理。7月19日長崎港を出港、20日文字で被判した。7月22日和線が引っかかり、ジブブームが折れたため、同日三田尻に寄港し、ブームを交換した。 7月29日三田尻を出港し、30日淡島に到着、朝鮮派遣を清けると交代するので館内清掃を行い、31日兵庫港に入港した。8月10日兵庫港を出港、途中高波のために、紀伊大島に被泊し、14日午後に横浜港に寄港した。11月26日から1882年3月15日まで、 横須賀造船所で修理を行った。1882年4月18日横浜港を出港、20日兵庫港に入港、同地で石炭を搭載した。4月30日兵庫発、5月1日文字に到着し、同地でさらに石炭を搭載した。5月2日文字発、翌3日に不山港に入港し、居留民保護の任務を開始した。5月3日不山発、 途中諸安島に被泊、8日二川に入港した。講師護衛のために6月8日二川を、出港、10日長崎に寄港、同地で食料品を積み込んだ。6月11日から6月17日まで、長崎工作分局で修理を行った。6月19日長崎を、出港、20日不山に入港し、居留民保護の任務を再開した。7月5日、 富山浦を出港。7月6日長野道に開港、同日同地発。翌7日、元山津に到着した7月21日元山津から松田に開港7月26日松田から元山津に開港した。7月30日に元山津を出港し、朝鮮の暴動を伝えるために8月1日文字裏に到着した。翌2日に富山浦に進出し、 状況の監修を行った。8月4日同地から、文字裏に開港状況を報告した。翌5日に、文字裏発、6日、富山裏に到着した。10日、富山裏発、12日元山月。9月25日元山津発、民情視察のために内い子に到着した。9月26日に裏に開港翌27日松田に開港 9月30日に元山津に開港した。10月17日元山津発、19日に富山浦に到着した。10月24日富山浦発、翌25日に長崎港に帰国した。10月30日長崎発、各所に帰港し、11月13日品海に帰着した1883年1月20日から5月2日まで。 横須賀造船所で修理を行った。後部城の小菅丸を救助するために5月18日に横浜港を出港、メラ、岬沖へ向かい、翌19日同船を栄光し、横浜に寄港した。朝鮮居住民保護に向かうために5月25日、横浜港を出港、28日更新のために、兵庫港に寄港した。5月31日兵庫発、文字裏に寄港し、 6月4日、富山浦に到着した。翌5日、富山浦発、7日に、新川湾に到着した。7月5日、新川湾発、実地研究や、視察のために6日、チェジュ期。7日、チェジュを出発し、更新を行うために、長崎港と文字港に寄港した。岩木は7月24日、富山浦に到着した。8月3日、富山浦発、 二川を経由し更新を行うために、長崎に開港した。また同地で、外務省職員が上官した。九月二十六日にがわき、十月十七日同地発、外務省更新のために、文字、長崎に開港、十一月八日、富山浦に到着した。十一月十三日富山浦発、ところ、安島と都島を経由し、十九日にがわき、 竹添講師が上官して12月7日同時発、富山浦を経由し12月11日長期校に帰国した。1890年8月23日、第一種と定められる。日清戦争では、旅順、大連、異海へ攻略作戦等に参加した。1898年3月21日、官邸類別等級が制定され、岩木は二等方艦に類別された。 日露戦争では、旅順攻略作戦に一時参加した後は、付属特務艦隊に所属して、測量任務を行った。1907年7月12日除籍、雑役戦に編入された。1911年5月23日敗戦。翌1912年4月23日に、売却報告、新潟県立新潟商業商船学校の、軽流練習戦となった。 日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。